ウイスキー樽の現場とそこ、その素材感を生かした形で、いらないものを利用した形で廃棄っていうことだったんで、フレーチを使う、もうこれで、ね、素材が尽きた。平時代は朽ちちゃって、これをちょっとデザイン的にずっと変えるという、一応ワインダルを今回、ワインダル の全部枠を取った一つずつの部材を使って貼り付けていこうかな。これを使っていきます。R を利用した形で、あとこの金具とこのバッコも、まあ、デザイン的に入れていこうと思ってます。これがウイスキー樽の天板と底のやつですよね。で、ウイスキー樽の周りを留めてあるベルトがこれです。この金具です。それを分解した形でデザインした一応フェンスです。ソラベラさんで使ったウイスキー樽の廃材がありますもんね。これをちょっと利用した形で、ものを作っていきたいと思っております。ボンベの本数、数量が余ってましたから、ちょっとこれを活用して、その素材感を生かした形で作っていくと、椅子的な花台を作っていきたいと。2本このまんまです。1本は半分に、はい、これを切ったら次ちょっと太めの、で今切りましたようにワインダルの端と端をと R が きついんで、まあちょっと直線っぽいとこ、こう切ったやつもまたこれで使うんで止めていきます。これを2つ、
で、これがこうなって、先ほど切りました余った真ん中のやつを、できるだけ即興的にその現場にあるもので作っていく。今骨組みが一応これで。ビール袋を。で最後はこのタイルもいろんな300のぐらいの何のあるこれ乗せて。で、これで花を置いて完成です。はい。完成しました。あの玄関ポーチのところにちょっと置いたり、アプローチの脇に置くとか、まあ植栽地の中に入れてもいいですし、こう花が引き立つっていうか、そういう感じのイメージで、はい、余った材料がさえあればあるもので組み合わせるっていうことが一番大事だと思います。やっぱり主役が鉢になるので、置くものが主役になりますから、その骨組みのバッグとして作ればいいんじゃないですかね。はい、オンリーワンですから、自分のものっていう形ですから、まあそういう作り方ののは面白いんじゃないかと思います。はい、今日はですね、ちょっといつもタッグを組んで仕事をやってますグリーンプランニングさんの方でちょっと事務所の改造をしたいということで、ちょっとお手伝いに来ました。会社の、事務所と物置を一緒なんですけど、今奥は外から丸見えなので、そこを目隠しも込めてリラックスできるような空間を作っていただけたらと思います。今まで工事の材料があるので、まあ新規に買うっていう、それを組み合わせた形で、いらないものを利用した形で作っていこうかなという感じ。このスペースで丸見えです。フェンスをここに埋まってたやつ、これを土台として、ちょっとね、このラチの10センチの目隠しにならないんで、板を張って、それすれば、大体、すぐ上から。OK。OK。日本でね、県民とかやるときに割だけ、もうちょっと狭くしてもらう。いい、はい、ラー的にできました。竹はねこのままですけど、ちょっとこれは、バーナーで焼いて柄をつけたいと、焼いてあのアクセントをもうちょっとつけたいと思います。はい。
らしく竹と木で寝かす木を作る。そうするとね、結構広くこのスペースも活用できて、みんなでこれでいい形の違う灯籠を作りたいと思っております。今度は水辺に合うような形のちょうどそれに適した素材が残ってるんで、その組み合わせで作っていきます。はい、こんだけちょうど材料がありまして、もう一本モルド取れちゃって廃棄っていうことだったんで、これをちょっと使おうかと思ってます。この部分はいらないんで、これは取っちゃいます。これをちょっと塗っちゃいます。これが、まあ、前の基礎と、足のある灯籠通と雪見道路と円でこれ買って、鉄筋コンクリートの建物なんか外壁、中大津屋で、これはこのまま使って、これは火袋です。ちょっと三日月やってみようか。次は傘。包丁はこれだけ使います。これ導管細い排水管、家庭排水、昔のこれさっきのネジの蓋。モルダルで塗ったところが乾いたんで、また例のごとくこのマルデイシリアルってやつで、塗ります。今から組み立てます。完成ですね。これでどうでしょう、ね、近くで見ると本物の石じゃないけど、全体的な構成の中で非常にあったかなと。形はもう仙人たちがこう考えた形がいっぱいあるんで、結構日常生活のものを組み合わせだけで結構できちゃうんで、こんなようなバケツもあるじゃないですか。こんな器なんか、お鍋の蓋とか、なんかそういうのを土台として考えれば結構ね、できてしまう。
楽しんでこう日本で和風式のもうできるんだよというと、もうこれで素材が尽きた。使い切った。ありがとうございました。